久保さん、おはようございます。なんか、速価食また入ったらしいじゃないですか、おめでとうございます。年末ね、まあ僕もあの安い商品セールスしてますけど、あのね、これはね、あれなんですよ。今まで無料で公開してたやつなんですよ。無料で公開してたやつを、有料に切り替えたっていうね。もう今まで無料で見れてたんですよ、2年間。2年間無料で見れたんだけども、今見れないんですよ。<laughs> で有料に売ってみたんですけど売れてますね、はい。まあ、あの、Amazon プライムが30日間無料で見れるんだったら、吉谷プライムは2年間無料で見れたぞみたいなね。どうなんだ ?2 年間見たかみたいなね。<laughs> まあ、そんなノリで。そう。まあ、良かったです。Amazon プライム30日間無料試し、結構浸透してると思うんで。<laughs> 今後ね、その無料を、 無料で講義を作ってアクセス。それも結構アクセス1000、あの1500ぐらいなんだ。1話目が1500ぐらいかな。アクセス再生数。で、2個目が、2個目の講義が900ぐらいだったかな。まあとりあえず1話目は、あの、まあ7個ぐらい。8個か7個講義があるんですけども、まあ多分トータルで1万アクセスぐらいはあったかな。 うんぐらい集めたんですよだからこれ一回その講義を作ってアクセスを集めたあと1000まああのまあ最低1000でもいいんですけどそれぐらいアクセス集めた後有料に切り替えるってこれいいんじゃないかなっていう <laughs>、うん、とりあえずこうまあ無料でねしっかりちゃ,んとちゃんと講義作って公開してアクセスが集まったらある一定で有料に変えちゃうっていう。 これ二度美味しくないですかアクセス。まあ、単発でね、あのー、有料、有料商品を作って有料で売るっていうと、ま、あその、顧客に対して有料は売れるんだけども、あの、アクセスは集められないですよね。集客はできないんで。うん。なんで、まあ、この方法も一つ、ちょっと、いいなっていう。吉谷プライムの方法を、ちょっと、来年からもちょっとやろうかなと思います。いってらっしゃい。